はい、というわけで大会の最中でございます。まあ、どうかしたのかと尋ねた時と違って、そのまま見送るってなると多分ここでもなんかそういった感じのね、ショートカットになってしまう気はしますが、まあ確認してみましょう。いや、ただの予感で呼び止めるのも申し訳ないな。愛理は今から試合に臨むんだ。その集中をそぐわけにはいかない。だから俺は一言だけ声をかけさせてもらうことにした。頑張れよ、愛理。ありがとう。頑張ってくる。お。それじゃあ、また。愛理は元来た道を通り、コートの方へと戻っていった。ただいま。あれ、愛理は？まあ、やっぱり、なんか察しがいいねみたいな感じはないっていうね、観察眼は褒められずっていうところではございますが、まあ実際どっちを選ぶもんなんだろう